アブドゥッター一世、ピンアルフサインはヨルダンの初代国王。ヨルダンで発行されているゴディナール紙幣に肖像が使用されている。メッカの大主張であるフサインイブンアリーの次男としてメッカで誕生した。1916年のアラブ反乱に参加。1920年にシリアのダマスカスでのアラブ民族会議で。 初代イラク国王に弟のファイサルは初代シリア国王に選出されるが、同年6月フランスのダマスカス占領及び弟のファイサルのシリアからの追放が起こり、これに対してファイサルのシリア王権を支持するために軍を率いて北上した。このためイギリスはファイサルにイラク王国を与え、アブドゥッラーについては委任統治領パレスチナとなる。 予定の地域の内ヨルダンガー東部の広大な乾燥地帯にトランスヨルダン王国の建国を認めると提案したためにアブドゥッターはこれを受け入れトランスヨルダン国王となったアブドゥッターはユダヤ人のシオニスト運動を歓迎していたとされる1928年にはロンドンでハイム・バイツマンと会いヨルダンガー西岸のユダヤ人入植地を認める代わりに アミールの地位拡大を支持するよう頼んだとされる。なお、ヨルダンは1927年に立憲君主国となるが、イギリスの保護下に置かれた。1946年に正式に独立国家となる。1947年にはアブドゥッターは、国際連合のパレスチナ分割決議を支持した唯一のアラブ国家指導者だった。第一次中東戦争では、 アラブ側の主力であるアラブ軍団を率いてアラブ連盟から全戦線を指揮する全アラブ軍最高司令官に任じられたがサウジアラビアに奪われた故郷メッカの代わりに東エルサレムを征服することで新たなアラブの名手になろうとしたアブドゥラーの野心を恐れた各国の思惑によって形式的な権限に止まった。また秘密裏にイスラエルと外交交渉を重ねていた。 1948年には、エリコ会議を開いて、パレスチナの王になるも、他のアラブ諸国から民族自決に反するとして、反発を招く。アブドゥッターとイスラエルの接触を知り、ヨルダン川西岸を占領したヨルダンに対抗して、ガザに全パレスチナ政府を打ち立てたアミーン夫妻に、送り込まれた過激派パレスチナ人、ムスタファシュクリアュによって1951年7月20日、 エルサレムを訪問中に暗殺された。遺体は本人の生前の希望により死後土であるアルイコールアクサーモスクに埋葬された。ありがとうございます。